はい、始まりましたレビューシマッチのコーナー。今回はですね、僕がいつもコーヒーを作るときに使っているキャプテンスタックのコーヒーメーカー、これを紹介していきますね。では今日も頑張りマッチ。袋は付属していなかったので折りたたみ傘の袋を使っています。ハンドルが輪ゴムで留めてあります。ここにコーヒー豆を入れます。ひいた豆がここに出てきます。ハンドルを取り付けて回せば引くことができます。粗さは黒いつまみを回して調節することができます。分解ができるので洗うときに便利ですね。それでは早速コーヒー豆を引いてみましょう。自分は濃いめが好きなので多めに入れます。粗さは苦味を抑えたいので粗めに調節しています。はい、じゃあいただきます。うまっちー。じゃあコーヒーも。うまっちー。左プルコギの右コーヒーみたいね。このクッキーをね、飲むとこの木の風味も入るんですよ。そうするとうまいんですよ。ごちそうさまでした。この動画が良かったなと思ったらグッドボタンお願いします。いまいちだったなと思ったらバッドボタンで教えてください。またコメント欄で感想やアドバイスをいただけると嬉しいです。また自分の動画を見ていただけるようでしたらチャンネル登録をお願いします。面白い動画を上げれるようにこれからも頑張っていくのでよろしくお願いします。ではまた。